こんにちは、ハッピーカムの松浦幸です。今日はとってもパステルな柔らかいお色のお花を束ねたいと思います。アンティークアジサイ、とっても綺麗ですね。なんとも言えないこのちょっとなんで笑ったん？とっても綺麗でしょ、だってなんかこう頬紅に塗ったようなちょっとこうね、かわいいよねかわいいよねで、チューリップ、ハワイ、はい、かわいいね。これも、ちょっと先端がギザギザしていてワニのような、もしくはちょっとツイード調のお洋服のような感じがしますね。非常に個性的です。そしてラナンキュラス、ポワントです。めちゃくちゃかわいいよね。ちょっと通常のあのポワントよりも大輪品種ですね。倍ぐらいあるんじゃないかな。立派です。そしてチューベローズのピンク色です。柔らかく、いつも使用している白よりも少し方向は、控え気味なんですけれども、柔らかい香りがします。そしてバラ、ピンクサボン、このつぼみからは想像できないぐらいブリリンと咲き誇ってくれますので、とても、かわいいね、変化が楽しめるバラです。そしてクリスマスローズ、グリーンアン今日は新しいこのやり方でね、はい、はい、スカビアサ、この子は中心の部分からちょっとペロペロペロっとね、チロリーンと出ております。可愛いですね不思議はい、カランコエ、グリーンアップル、このね、実は先端からですね少しオレンジ色のお花がペロンと出てきます。スイートピー、柔らかいいい香りがします。グリーンベル、そしてリシアンサス、プリマラベンダー、ユーカリです。はい、では早速束ねてみましょう なんかムフムフするねこのアンティークアジサイが非常に綺麗なので、しっかりこの辺り見せていきたいと思います。かわいい、このちょっとほんのりなんかお化粧した感じが非常に、いいですね。このラナンキュラスももう手のひらサイズぐらい、ここもうポワッと大きくねぽってりと咲きますので、非常に見応えします。クリスマスローズも、このカランコエも可愛いですね。さっきなんで笑ったん？めっちゃ気になるよね。なんかうんってなったよね。なんかすごい考えてる間が面白かった。あ、私が？
噛み締めてる感があった。今日はですね、やいのやいのチームのおつぼねこつぼねがおりますので。すごい久しぶりです、YouTube 撮影に遭遇するの。せやんね。急に始まる YouTube 撮影なので、スタッフみんながちょっとね、何の準備もできていない状態で。かわいいですね。この子がまたパクッと咲き始めると、咲きほころぶと本当に面白い表情になるので、茎が立派です。で、明日明後日にこれぐらい伸びてきちゃいますので、少し低めにあしらっておきます。優しいお色目ですね。すごい可愛い。どうですか？可愛いですね。ちょっとそこで入ってきてよ。入ってきてよ。入って入ってきてよ。ちょっと寂しいやん。ちょっとよそ行きになってるよね。ちょっと一人にしないで。横ではですね、本日出荷分のね、ご注文分をどん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 、作成をしてくれています。なので、あのスタッフみんなもね、時間に追われております。ね、このライムグリーンが軽やかで可愛いですね。このピンク色のバラが咲いてくると、また表情がさらに深まりますので、非常にあの変化が楽しめると思います。で、春らしい香り、チューベローズとスイートピーの香りが。かわいい。可愛くない？可愛い。欲しい。欲しい。今すごい噛み締めて言ったよね。欲しい。このアンティークアジサイの色がまたたまらないから、なかなかこの色ないもんね。たまらない、その子。これね、この子ね、もう何してんやろね、この子。ほら。どうしたんやろね、もうなんかベローンって感じ。かわいい。この子をちょっと見せましょうか。プリッと。さあ、かわいいなあ。めちゃくちゃかわいい。さあ、しっかりと周りにもグリーンも入れていきたいと思います。え、クリスマスローズも
あっという間に季節がね、過ぎ去ってしまいますので、本当に会える期間っていうのが短いんですよ。あー、かわいいな。ちょっとここを切ってあげて、少しこの辺りを切ってあげることで、お花がよりしっかりと見えてきますね。よいしょ、このポワントのラナンキュラスの大輪が見えるようにしたいと思います。さあ、これはちょっと今日引き算にしましょうかね。かわいい、どうですか、優しいお色目ですね。はい、とっても優しい、春のお色、パステルカラーのブーケ、このラナンキュラスポワントと、そしてクリスマスローズで、チューベローズの香りとスイートピー、そしてゆらゆらとカランコエとグリーンベルが幸せの鈴を鳴らすような、イメージです。完成です。パチ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 素敵な一日を皆さんお過ごしください。ありがとうございました